どうも、タメちゃん大好きセンターテールです。今回なんですが、カメの巨食とそれの対策についてお話をしていきたいと思います。まあ、とは言ってもね、素人ながらこんな感じでやってるよっていうような話であって、これやったら絶対治るよっていう話じゃないんでね、まずそこは、言わせていただきます。で、まあね、今回ね、ここにスッポンモドキの水槽があるんですけど、このスッポンモドキがね、まあ、銚子丸っていう名前なんですけど、ちょっとね、ここ2週間ぐらい巨食してたんですよ。いやー、まあ、巨食ね、よくあるっちゃよくあるんですけど、このね、16万円で買ったカメですから、16万円ですから、ちょっとさすがに、不安も大きくなるというかね、まあ、値段で決めるわけじゃないですけども、まあ、ちょっとね、いつもより神経質によってね、大丈夫かなとは思ってたんですけど、まあ、なんとかね、回復してきましたんで、今回やった、対策っていうのをね、お話ししていこうかなと思います。ちょっとね、今上の水槽あんま見ないでくださいね。うんちしちゃったばっかでね、めちゃめちゃ濁ってますけど、これフィルター回しとけば時期取れますんで。ということで、今回はこちらのスッポンモドキの巨食と、その対策についてね、お話をしていこうかなと思います。それでは早速ですが、行ってみましょう。はい、ということで、カメの巨食っていうところについてね、お話ししていこうかなと思うんですけども、ちょっと今ね、あんま水きれいじゃないですね。これちょっと理由があって、フィルターを今撤去してるんで、餌の食べ残しだとかがふよふよしてて、若干濁り気味ではあるんですけども、まあ、亀の巨食ね、まあ、よくあるんすよ。亀飼育してる人はね、多分多くの人が経験してることなんじゃないかなと思います。まあ、タイミングで言うと季節の変わり目とかね、まあ、これからぐっとね、成長していく前の前兆だったり、まあ、そういった成長前とかの段階にね、見られたりしますね。あとね、一応言っとくと、ここで巨食って言ってるのは、ヒーターを入れてなくって、水温が下がって食べなくなっちゃったとか、そういうことじゃなくって、あくまで飼育環境には、問題がないんだけども、なぜだかカメが、ご飯を食べなくなるっていったことについてね、お話ししています。まあ、そもそもまずはね、飼育環境に問題が、あるっていうパターンもあるんで、そういう時はね、一回見直してもらえばと思うんですけども。まあ、そんな中でね、このね、スッポンモドキね、ちょっと高価なカメなんでね、巨食とかされちゃうとちょっと心配になっちゃうんでね、まあ、今回神経質にちょっと対策をしたんですけども、でこれ原因についてはね、あんま明確に分かんないです。どうもタイミングでね、なるときはなるっていうような感じで、まあこの子もね、2週間くらい巨食してたと言いつつも、今お尻周りとかお肉パンパンですからね、成長しすぎっていうようなね、もうちょっと抑えるみたいな部分もあったのかななんてね、思ったりするんですけども。で、まあ原因はね、はっきりとはわからないながらも、多少あるパターンもあって、まあ一つがね、餌ですね。今このスッポンモドキの銚子丸には、このミニプレコっていうね、ご飯あげてます。もう基本的にはね、こればっかあげてるんですけども、こういったね、餌を、同じのをあげ続けてるとなんか飽きちゃうっていうね、パターンがあります。まあ亀もね、なんか同じ餌ばっかだと、なんか飽きて急に食べなくなるみたいなことがあるにはあるんですよね。なのでまあね、初期段階ではね、いくつか別の餌っていうのを試しました。例えばこういったリクガメの栄養バランスフードとか、まあ、こんなよくあるリクガメの餌ですね。まあスッポンモドキね、植物性のご飯を好むっていうところで、こういったリクガメフードをね、新たに買ってみたりとか、まあ、こっちもね、似たようなリクガメのフードではあるんですけども、この植物の葉っぱ主体っていうようなね、こういった餌をね、買ってみて試したりとか。まあもちろんこれだけじゃなくてね、いろんな餌をね、まあちょっと買ってきては試したりとかっていうのを、まずはね、やってみました。なんだけどね、まあなかなか食わなかったですね。まあなんで今回の給食に関してはね、餌に飽きたとか、そういったパターンではないかなっていうのが、まず最初の1週間くらいでね、およそ見えてきたところだったんですけども、そこで、今回のお話の、メインになってくるんですけども、これをね、試しましたね。はい。テトラバイタルですね。これを添加したらね、一気に食うようになりましたね。ということでね、このテトラバイタルっていうのが何なのかっていうのをね、見ていこうかなと思います。テトラバイタル、ビタミン・ミネラル強化。繁殖・成長に適した水に調整。繁殖・成長を促進する水に調整。色上げ・活力を増進する水に改善。ビタミン B グループ、ヨウ素化合物、各種ミネラルを含有。自然環境の水を再現。淡水用で内容量は 500ml。で、これちょっと1個前のパッケージかもっすね。
なんか今年入って最初のうちに確かこのテトラのね、調整剤一気にパッケージ変わったと思うんですけど、これ結構前からね持ってるやつなんで、これ多分一個前のパッケージじゃないかなとは思います。テトラバイタル水道水を熱帯魚の繁殖成長に適した水に改善する水質調整剤です。水道水を熱帯魚の繁殖成長を促進する水に調整し、魚の色上げ活力を増進する水に改善します。グッピー等の浸透圧調整に適した水質を作ります。ディスカスの成長、健全な発色に最適な水質に調整します。ちょっと余談を話すんですけど、このディスカスに向いてる調整剤とか、あの飼育用品って全部亀に向いてるんですよね。ディスカスと亀っていうのも大体一緒なんだよね。どっちも物理的な汚れが結構多いっていうところとか。でこれ勝手な見解なんですけどね、あのディスカス向けの用品は大体亀にね応用できるっていうのがありますね。ビタミン B グループ、ヨウ素化合物、各種ミネラルを含有し、水道水を自然環境水に近づけます。使用方法、水槽設置時、水開時に水10リットルに対してテトラバイタルを 5ml の割合で入れ、よくかき混ぜてください。4から6週間ごとに同量を加えてください。十分に成熟した魚には2倍の量を入れ、よくかき混ぜてください。水10リットルに対してテトラバイタルを 10ml の割合。淡水専用です。計量の目安っていうのがね、キャップでもできるんですけど、あんまキャップで計量するの好きくないね。キャップ汚れちゃうから。使用量はさっきも書いてあったんですけど、10リットルに対して 5ml って書いてあったんで、まあおおよそ45センチ水槽で15、60センチ水槽で30、90センチ水槽で80、まあこれあの満水の場合ですかね。この商品はテトラから発売されています。はい、とまあこんな感じでこのテトラバイタルなんですけど、ポイントとしてはここですね、ビタミン、ヨウ素化合物、ミネラルを含有というところ。まあほぼほぼビタミン剤って呼んじゃってね、いいかなと思います。はい、テトラバイタルの中身こんな感じです。黄色いっすね。リボデーの色。いやまあほんとね、ビタミンをね結構含んでるっていうような、そういった調整剤ですね。まあよく使われるのがね、メダカかなと思いますね。まあもちろんメダカだけじゃないんですけど、いろんな魚に使えると思うんですけど、一番よく聞くのはメダカの繁殖。ちょうどメダカがね卵とか産むタイミングでこのバイタル入れとくと、卵を取れる量っていうのがこうグッと上がるとかっていうのがね、よく聞く話ですね。まあ本当にそんな感じでね、ビタミン剤、これを水槽に入れると、人間がね、リボで飲んだみたいにバキバキになってそんな効き目ないと思うんですけど、まあ、いつもよりちょっと元気になってね、食欲とかも湧いてくるんじゃないかなと、そういったね調整剤になっています。でまあこんだけね黄色いやつなんで、これ水槽に入れるとね当然ちょっと黄色くなります。まあ今入れてね、何日か経ってるんでもうほぼ黄色わかんないんですけど、最初入れた時はね、ほんと結構水槽内黄色くなりますんで、まあちょっと気をつけないとっていうところもありますかね。で、最初にもちらっと言ったんですけど、普段だったらね、ここにあのフィルターを置いてるんですけど、そのフィルターをね、今取っ払ってます。というのもですね、普段フィルターの中にはゼオライトだとか、活性炭だとか、吸着系のね、ろ過剤っていうのが入っておりますんで、このバイタルをね、せっかくこの水槽に入れても、もちろんフィルターにね、吸着系のろ過剤とかがいっぱい入ってると、せっかくのバイタルの成分っていうのがこっちに吸着されちゃってね、あんま意味がなくなっちゃうんで、こういったバイタルとかね、まあそういった栄養剤系の調整剤を入れるときは、フィルターっていうのはね、一旦外した方が無難かなと思います。まあちょうどね、あのフィルターの方も、入れてたろ過剤かなり目詰まりして、そろそろ変えなきゃなっていうタイミングだったんで、もうこれを機にリセットしようかなとは思ってるんですけども。ともはそんな感じでね、このバイタルを使って、なんとかこの子の拒食をね、直すことに成功しました。今食べるかな？はい、まあこんな感じでね、2週間ぐらいで、ね、食べてなかったんで、もうバイタル入れてからね、もう爆発してますね。今日朝ごはんも食べたんですけど、今夕方くらいでもう早速ご飯食べたそうにしてましたんでね。まあとはいえね、バイタル入れたおかげであのフィルターを取っ払ったんで、ちょっとね水がこんな感じのもう食べかすだとかうんちかすだとかでいっぱいになっちゃってるんで、まあ2日に1回くらいはね水替えしてやっていかないといけないですね。まあ早めにねフィルター新しいろ過剤用意してセットしようとは思ってるんですけども。まあね、とりあえず、まずは、拒食が治ってよかったなっていう感じです。まあ全然ね、2週間くらい拒食してもね、大して問題ないんですけどね。そんな心配しなくてもいいとは基本的には思ってます。っていうのも、ある日突然ね、パッと治ることがほとんどなんで。まあとはいえね、すっぽんもどきとなると、
ただの心配では済まないというかね、なるべくね、ちゃっちゃと直したいっていうのがありましたんで、今回は、バイタルを使ってね、一気に直していきました。まあね、バイタルっていう調整剤を、紹介していったんですけど、これ、よく似てるのがありますよね。亀飼育してる人だとほとんどの人が、持ってるんじゃないかなと思うんですけど。うん。レプチゾルっすよね。うん。亀のビタミン剤といえば、まあ、爬虫類全般ですけども。レプチゾルでもね、ほぼ同じような効果があるかなとは思います。ただ使い方にね、ちょっと差が出てくるんで、その辺もね、解説したいかなと思います。いや、可愛いね。よく食ってくれ。たくさん食ってくれ。はい、こちらテトラのレプチゾルです。爬虫類、両生類のビタミン補給っていうようなね、まあほんと似たようなね、ものです。こっちもね、ちょうど中身リボデみたいだしね。濃いリボデみたいな中身なんですけど。だからまあ、すごいざっくり言っちゃうとね、このテトラバイタルを、濃縮したのがこのレプチゾルみたいな、そんなイメージです。ただ使い方がね、結構違ってきます。このレプチゾルっていうのはね、亀の餌につけて、その餌を亀に食べさせてあげるとか、そういった使い方が、メインになってきます。もしくはこのレプチゾル浴とかっていうのもあったりするんですけど、まあ、小さめのプラケとか容器とかにね、水入れて、そこにこのレプチゾルをね、こう何滴か入れて、でその中に亀を入れてね、ビタミン補給をさせるといったようなやり方なんですけども、ただそのレプチゾル浴にはね、ちょっと弱点があると思ってて、というのも、まあ、亀をね、こう持ち上げて、で小さめの容器に入れてでやっちゃうと、亀がね、その環境変化というか、急に狭いところに入れられると、余計にね、ちょっと警戒してご飯を食べなくなっちゃったりっていうパターンがあるんですよね。まあこれ草亀とか、石亀とか緑亀とか、まあそんなにね、気難しくない亀だったら、まあそんなに気にしなくていいかと思うんですけど、まあ、このスッポモドキとかね、こういった水性傾向が強いというか、まあほぼ水の中にいるような亀だとね、結構そういった、ちょっと狭いところに急に入れるとかっていうのをやると、まあ、それこそね、それが原因となって拒食になっちゃうことがあったりしますんで、まあ、なかなかこのレプチゾル浴っていうのをね、やるのはむずいかなと思ってます。まあ、かといってね、この水槽の中にこのレプチゾルをこう入れようとしたら、こんだけの水量があるところでどんだけ使えばいいんじゃいっていう感じになっちゃいますし。なのでその点ね、亀を、特に動かさなくていいというか、普段入れてる水槽でもね、このテトラバイタルだったら、そこにね、規定量を入れてあげると、特に亀を、狭いところに入れるとか、そういったやり方をしなくていいんで、まあ、亀のストレスにもなりにくいっていうのがありますね。なので、そういった感じで、僕としてはね、このレプチゾルと、バイタルをね、使い分けてるっていうような、はい、そんなやり方をやってます。まあ、最初にも言いましたけど、これ入れたからっつって、拒食が絶対治るっていうわけじゃ全然ないですね。まあ、ちょっと元気がないとかっていう時の原因として、ビタミン不足っていうのが、あり得るっていう話で、そうだった場合に、うまく効いてくるっていうだけの、ことなんでね、そんな万能薬っていうわけでもないんですけども、ただ経験上ね、かなり効果は期待できるかなと思ってます。なので、まあ、拒食とかの時にね、餌変えても食べないとかっていう時に、ちょっと試してみてもらえるといいんじゃないかなとは思います。このテトラバイタル結構高いんでね。2000円くらいだったかな。ちょっと値段載せときますけど。ちょっと高級品ではあるんですけども。まあ、こういった時のためにね、一本持っておくと、非常に助かる調整剤かなとは思います。はい、ということで、今回はね、こちらのスッポモドキが、ちょっと拒食をしてたんですけど、それの対策と、どういう風にね、直していったかっていうのをお話しさせていただきました。いかがでしたでしょうか。あのね、ほんとこんな感じでね、ムチムチですね。だから、まあ、こんだけ健康状態良ければね、多少拒食したって全然ね、問題ないんですけど、まあ、ちょっとね、心配になっちゃったっていうようなね、はい、感じでしたかね。まああとね、心配だからっつって、こうやってベタベタ触ったりね、持ち上げたりするのもあんま良くないですね。はい。まあ今はね、もう治ったんで、よしよししてあげようかなと思いますけど、よしよしするとね、脱皮したカバが手につくんですけどね。はい。まあこれからもね、心配をさせずに、ガンガン食べてもらえたらいいかなと思います。ね。頼むぜ。16万円。こんな感じで、このチャンネルでは亀の飼育についていろいろやってます。亀飼育に興味がある方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、ここまでのご視聴をありがとうございました。皆さんも良い亀ライフを。それでは、さよなら。